ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス AMG GTR ロードスター2020年式2500キロこちらの車両になります、はい、激レア車ですね。レアですね。あの調べてびっくりしました、はい、あの非常に珍しいお車の紹介ということで、はい、まずこの車の詳細から順番にご紹介させていただきたいと思います、はいはい、でまずこれ2019年にジュネーブモーターショーで発表された車両ということ で、はい、でなんと世界750台検定、はい、ただ日本に入ってきているのはその中のごく一部ということ で、 そうです、ね、なんと23台しか入ってきてないんですね、はい、で数々いろんな限定車こう AMG GT あるじゃないですか、はい、その中でもトップクラスに台数が少ない車両ということ で、はいな、 ではい、なんだったらもうブラックシリーズ並みに、そうですね、台数少ないですよ、少ないですね、はい、でブラックシリーズが750台のうち53台に入ってきて、はいはい、ということでブラックシリーズよりもっと少ないぐらいか、少ないです、はいはい、ということでもう激レア車のお車になってくると、はい、でこれレアすぎてなんとカタログもなければ、そうなんです、あのプレスリリースのペラ紙もないということで、はい、ほぼ詳細がないんですよね、はい、出回ってないんですよね、出回ってないんですよ、はい、あの僕も調べたんですけど、はい、ほとんど情報が出てこない、出てこないです、はい、であの GTR とかであればカタログがあるんで、はい、これオプションでとかっていうのも、はい、分かるようになってるけど、ね、はい、これに関しては、はい、ほぼその当時販売してた方と、はい、購入された方以外、はい、ほぼ詳細が分からないということ で、はい、あの謎の多いお車なんですけど、はい、できるだけ今回詳しくご紹介させていただきたいと思います、はい、でまずその AMG GT なんですけど、はい、これ前回あの別の個体黒い AMG GT、はい、それはあるじゃない答えだったんですけど、はい、そちらでご紹介させていただいた時も同じ話をしてるんですけど、はい、とにかく AMG GT ってこう、はい、いろんな仕様があったり、そうなんです、グレードがあったり、はい、ポルシェの911並みにありますね、いろんな個体があるということで、はい、なかなか一般の方、はい、まあ、探してる方はおそらく調べてると思うんで、はい、分かってると思うんですけど、はい、なかなか最初にこう入ろうと思うと、はい、難しくないですか、難しいです、ということで、はい、改めて今回もちょっと整理させていただくんですけど、はい、グレードの方が大きく分けて GT、はい、GTS、まあ、あと GTR とか、はい、GTC とか、はいはい、その辺があるあります。でもうポルシェに割と当てはめると分かりやすいかな、そうですね、同じような感じですよね、はい、まあ、そのグレードがまあ GT、はい、で S はそのまま S ということで、はい、で C っていうのがまあエクスクルーシブモデルということ で、 そうです、ね、はい、ちょっとこう豪華になってる感 じ、 感じです、ね、でなおかつワイドボディになってる、はい、で R がまあ要はトップグレンジのプロっていう、はい、さらにそういうのもありますけど、はい、まあスポーツモデルということ で、 そうですね、で今回ご紹介させていただくのがもうロードスターの中での一番上の R のロードスターということで、はい、もうとてつもなく激レアな車、はい、というわけで外装に関しては R に準じてるわけですよね。そうです、あのクーペ型と、準じてますね、はい、ということでもうこの攻撃的なバンパーですよ。そうですね、めちゃくちゃレーシーじゃないですか。レーシーですね。そしてワイド感アップしてますよね。アップします。なんかこの辺のデザインで、はい、なんでとにかくワイド&ローな印象が、はい、そして車的には2020年なんで、はい、後期ということで、後期です、はい、まあ、中期からこのパナメリカナーにはなってますけども、はい、後期ということでヘッドライトも、はい、こっちの中東車方のヘッドライトになってる、ね、だと色もいいですね。色もいいですね。潜在写真の、あ、そうです、そうです、車がちょうどこの色ということで、はい、色になってますね、はい、イメージぴったりな感じがします、はい、ただ他のカラーバリエーションが、はい、カタログがないんで、そうですね、謎ということで、マット系だとイエローもあったと思うんですけど、はい、おそらくあの通常の R とかのラインナップだったりだとか、はい、あとデジノでいろいろ選べたりとかっていうのもあったと思うんですけども、はい、あの詳しい詳細がまずないです、出てこないということで、はい、ただ青やっぱり映えますね。映えますね、はい、そしてこのスポーティーな外観にだいぶ似合ってるな、はい、そして早速横に行ってもいいですか。はい、大丈夫です。横に関してはなんとこの辺も R ということで、はい、足がググッとパワーアップしてて、はい、なんとフロント標準だと255ですよね。255ですね、はい、そこがなんと275 10J のホイールが標準装備ということで、はいはい、これもいいですね。いいですね。むしろでもなんかもうちょっと頑張れそうな感じもしますけど、まあそうですね、もうちょっとこう出ますね、はい、なんでこの辺気になる方がいらっしゃれば調整していただいたりだとか、はい、あとボンドグループですから車外のタイホイール入れていただいてもいいのかなと、はい、そして気になる溝の方は今回あの走行距離が極薄ということで、そうですね、まだまだ溝も全然大丈夫ですよね、はい、タイヤは新車装着の、新車装着ですね、はい、20年のタイヤですけども、はい、全然コンパウンドが硬くなってる感じもオゾンクラックがある感じもないんで、はい、まあ、そのまま乗っていただけるかなと、はい、そしてブレーキもこれですよ、はい、カーボンセラミックということで、はい、この巨大なブレーキが入っている。であとはこの AMG GT 外装がほぼこれアルミなんですよね。アルミですね、はい、なんでもう
ボンネットもそうだし、フェンダーもそうだし、ドアなんかもほぼ全部アルミのお化けということ、はい、でこれ外装だけじゃなくて、はい、なんとフレーム、はい、骨格に関してもおおよそほとんどの部分がアルミという、ね、アルミニウムということで、はい、これ板尾さんこれ、はい、なんかこの骨組みの写真とかって見たことあります？これ GT のですか？ GT の自体は見たことないです、ね、ないです、はい、あのすごいんですよ、こんなぶっといアルミのなんかこう四角いフレームがここにこうドーンドーンって走ってて、で前側もこうドーンっていうと一本こう長いのが、はい、あの通常のモノコックからすると信じられないようなフレームの形状をしてるんですよ。だそれがもう思いっきり車のコンセプトにも出てるなということ。そして今回ロードスターということで、この屋根が開くタイプになって、はい、でしかもロードスターになると結構その折りたたむ機構があったりとかで、はい、重量増が割と心配されるところですけども、はい、これそもそも車が R ということで軽く作ってあるのと、そうですね、あとこの屋根の重量増も非常に最低限に抑えられてるんですよね、はい、なんでクーペモデルのスタンダードな GTC が1700キロぐらいなんですけど、はい、この GTR ロードスターはなんと1740キロということで、はい、ほぼ変わらないぐらい、そしてこのフレームのとてつもない剛性があるんで、はい、ロードスターになってもほぼその剛性が落ちなく、落ちないですね。あのドアの開け閉めしていただくだけで何この剛性って感じです。あ、そんな感じなんですね、はい、なるほど、はい、あの恥ずかしながらロードスター初心者なんで、はい、今回ちょっとその辺を体感したいと思います。そしてあとは各部カーボンパーツがフェンダーにもついてるし、はいはい、ミラーもカーボンですし、いやめちゃくちゃレーシーだし豪華ですね。いや、その AMG GT でも存在感あるじゃないですか。ありますね。独特なシルエットと、はい、あの低く構えたスタイリングと、はい、もうその上を行ってますよ ね、 すね、はい、あ、こうなるんだっていう、 そうです、ね、ちょっとまあ今日工場にたまたま1台入ってますけど、それと比べちゃうと全然やっぱ違いますもんね。あのスノーがちょっと寂しく感じちゃうぐらいの、はい、そのぐらいのインパクトということで、はい、そして今回 GTR ということでここがちょっとオーバーフェンダーになってる、ね、ワイドボディということで、はい、で意外に知られてないですよね。そうですね、 AMG GT がそのナローボディとワイドボディがあるっていうの、あるっていうのは。そうですね、で C 以上になると幅が2メートル超えるということで、はい、2メーター5でしょ。5ですね、はい、で、通常のナローボディ、はい、スノーグレードだったりだとか S だったりとかっていうのは1940ぐらいということで、はい、だから片側33ミリぐらいそうなんですよワイドになってるということで、はい、だから見比べるとこのグラマースなボディがそうですね分かるかな、はい、特に斜めとかから見ると、はい、そしてそのまま後ろに行くとやってまいりました。またえげつないのがついてますね。これでかくないですか？でかいです。エディション1とか他の限定車もウィングついてるモデルあるじゃないですか。ありますね。あれも結構な存在感じゃないですか。はい、ありますね、はい。それよりもう二回りぐらい大きくなってますよね。はい、大きいですね。はい、でこのワイドボディで、はい、もうなんかレーシングカーまんまみたいなシルエットということで、はい、でこれが当然全部ドライカーボン製の大型のトランクスポイラーになってると、はい、でこの辺がついてる関係とあとルーフが開け閉めする関係 で、ね、ハイマントがこっちになっててバックがこっちになって、はい、これすごいっすね。すごいんですよ造形も。そして AMG GTR ということで、はい、ここにちゃんとエンブレムも入ってて、そしてリアのディフューザーも専用形状、はい、これすごいです。ちゃんとここ焼けないように焼けないようについてるんですよね。別のパーツがここついてるんですね、はい、これはどうなってるんですか？これ多分貼り付けの、ね、そういう感じなんですね、はい、このツヤのない、でもこれ炭素繊維ですよね多分。これ多分そうだと思うんですよ。パーツがついててマフラーが、そしてマフラーはなんとチタンマフラーということで、はい、あれこれ真ん中とこれどうなってるんですか？真ん中と左右になってます。真ん中と左右、3本出しというべきか4本出しというべきか。一応ここあの真ん中で切れてるんですけど、はい、多分形状的には3本じゃないのかな。3本出しでいいんですかね。ってのかなということで、もうあの普通の車の常識が当てはまらない、そうですね、形状と、はいはい、機能になってますけど、こんな感じのエクスリアになっております。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。内装の前に AMG GT ってこの後期でもこのタイプの鍵なんですね、はい、そうですね、あのここはどう取るかですけど、むしろ僕的には好印象です、はい、なんかクラシックな感じがします、ね、はい、そして内装をご覧ください。これ内装が今回めちゃいいと思うんですよ。めちゃいいんですよ。これ何色って言えばいいんですか？これ何色、ちょっとクリーム色というかベージュっぽい感じです、ね、こちらのインテリア、はい、めちゃめちゃ豪華じゃないですか。豪華ですね。で通常の GTR だともうちょっとスパルタンな感じ、はい、そうですね、体育会系な感じします ね、はい、それがなんとこんな豪華インテリアになってる。本当ちょっとあの見た目スポーツですけど、ちょっとラグジュアリー感もあるので。確かに、はい、このギャップすごいですね。すごいです、はい、もうやる気全開なエクステリアにこの豪華内装、はい、そして GTR だと、通常クーペだとパフォーマンスのシートフルバケですかね。
そうですね、パフォーマンスシートが設定があるんじゃなかったですかね、確か、はい、が、こちらのロードスターになるとその設定がないということ で、ね、はい、通常のスポーツシート、はい、ただそのギャップが本当にいい感じなんですね。そうですね、はい、ラグジュアリー感もありつつということで、はい、そして資料がないんでわからなかったんですけど、はい、GTR のクーペだと、はい、ほとんどのものがオプションみたいですね。ああ、そうですね、はい、本当に走るための車なんで、そうですね、まあ、イメージで言ったらポルシェの GT3 をイメージしていただくといいと思うんですけど、はい、本当にシート関係、シートの便利機能、はい、まあ、あとはステアリングのテレスコだったりだとか、はい、あとはフットオープナーとか、はい、あとキーレスゴー、ブルメスター、カーボンパッケージ、はい、カメラなんかも全部オプションということで、はい、だ GTR の何もついてないのと本当に何もついてるんですね。ついてないですね、はい、でこれに関しては、はい、どこまで標準で、どこまでオプションだったのかっていうのが全く分かりません、すいません、資料がないんで分からないんですけども、はい、少なくともこの個体に関しては、はい、そういったことはない、ないですね、はい、まあ、あの S 並みの装備は装備をついてます、もう十分ついてるということで、はい、このギャップがすごい、はい、繰り返しになっちゃいますから、はい、インテリアになっております、はい、じゃあ続いて乗ってみたいと思います、はい、これがいいっすよね、わかります、いいです、だからここに入ってるんですよね、はい、絶対太いフレーム入ってますよね、はい、ここ、そうですね、そしてあ、結構低いっすね、結構低いですね、乗り込みは、はい、そして乗り込むと、いや、インテリアマジで、いやマジですよ、このツートンのインテリア、そしてコントラストの設置になってるんですかね、そうですね、設置ベージュで、はい、ドアなんかも上が黒で下がベージュで、で、あ、カーブも入ってるんじゃないですか、はい、ドアカーブ入ってるんですか、でここは相変わらずのこのビロビロ、はい、そうです、いやこれダルダルになってないですからね、なってない、はい、全然ないです、ドリウスなんで、はい、そしてシートは細かく調整できます、え、だいぶいいっす、だいぶいいですよ、はい、なんか本当に豪華内装の GT3 みたいな、はい、そんなイメージですね、これはだいぶいいですね、そして車は後期ということで、はい、まあ、この辺がごっそり変わってたりだとか、はい、あとステアリングが今回このピアノブラックですか、ピアノブラックですね、はい、とインテリアのレザーとおそらく同じレザーのものなんですけど、はいはい、これちょっとあれですね、前に使用されてた状態で、そうですね、型がちょっとこう使用感が若干ある感じですかね、ちょっと使用感が出る感じなんですけども、はい、これなんかリフレッシュ予定ということで、はい、リフレッシュします、ステアリングは、はい、ということで今現状だとちょっと変色しちゃってる感じなんですけど、これはあのご納車の際には全部リフレッシュしてご納車させていただく感じになると思います、そして全部ここもグロスブラックで切り替えもついてて、はいはい、そしてメーターとナビに関しては、あ、ちゃんとキーレス号もついてる、ついてます、ついてます、12インチと10インチの、はい、そしてメーターも新しい方のメーターなんで、メーターですね、そうですね、表示も今時な感じしますね、はい、あ、ここ GTR が良かったです、そうですね、ここはね普通の車になっちゃってますからね、はい、まあ、この辺はおなじみだと思います、はい、飛ばしちゃいますけれども、はい、そしてここ USB とドリンクホルダーと、はい、まあ、この辺一緒ですもんね、一緒ですね、変わらないですね、でもカーボンだいぶいい感じですね、はい、あと強いて言うと、はい、特別なお車ということで、ここにエンブレムというか、はいはいはい、入ってます、ワンオブ750、はいはい、入ってると、そしてここのシフトも同じレザーになっていると、はい、だいぶいいですね、だいぶいいです、だいぶいいです、あと、はい、GTR ベースなんでトラクションコントロールのスイッチがなくなっていると、はい、ですね、はい、でアームレストはこんな感じでエンボス付きの、あ、ここは相変わらずですね、ここはそうですね、相変わらずの、はい、この感じになっております、そして天井関係はこのスエード調のベージュの、はい、バイザーもそれじゃないですか、バイザーもあのビニールじゃないですか、ちょっとでも気に使いますねこれそうなんですよ、あの触りづらいというか、はい、こう下ろしづらい、まああまりこう役に立たないバイザーでもあるんですけど、あと手が汚れたりするとちょっと黒ずんじゃったりしそうな感じがするんで、あんまり触りたくない感じですね、気使いますね、はい、ただコンディションは2500キロということでだいぶいいです、はい、そしてブルメスターもついてるということで、めっちゃ豪華じゃないですか、めっちゃ豪華です、そしてレーダー探知機も今回このユピテルのタイプですかね、はい、こちらがついてて、ドラレコもついてると、はい、そのまま乗り出せますね、はい、そしてペダル関係はこの辺一緒っすよね、変わんないですね、はい、はい、まあ、ちょっとこうタイトさありますけれども、はい、やっぱりこう乗りづらさはメルセデスですからないかなと、はいはい、こんな感じのインテリアになっております、はい、続いてドラッグ見てみたいと思います、はい、フットオープナーは、あ、やっぱりこれはさすがについてないんですよね、マフラーありますもんね、マフラー あとはカーボンのこうディフューザーがついてるって、そうですね、ついてますからね、ディフューザーカーボンだと結構こう電波通さなかったりするんで、さすがにそれはないと、そしてトランクは、あ、トランクもそんなに変わらずな感じですね、はい、でそれがボディカバー、ボディカバーが入ってますね、この辺も付属してくると、ボディカバー、あ、いい感じです、はい、そしてトランクはやっぱりロードスターということで、はい、ちょっとこの辺が張り出してて少し小さくなってるんですね、そうですね、はい、こんな感じで使用感ほとんどないんで、トランクも非常にコンディションがいい個体になっております、
じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンルームはこれ数々ありがたいことにご紹介させていただいてるんですけども、ね、はい、また繰り返しになります、はい、AMG GT 専用エンジン、はい、M178 ですね、はい、でこれ いろいろ形式あるんですけど176が550系、はい、はい、まあ、普通のメルセデスの、はい、トップエンジン積まれたエンジン、はい、それで1個数字の多い177がいわゆる63系のエンジン、はい、でさらにドライサンプになって、はい、まあ、各部手が入ってる専用エンジンがこれが178ということで、はい、で 3982cc V8 ツインターボ、はい、ドライサンプのエンジン、はい、ドライサンプっすよ。そうなんですよ。でしかも専用エンジンってところがすごいなと思って、はいはい、今時なんか車種専用エンジンってまあまあないですよ。ないじゃないですか、はい、下手したらそのグループでメーカーが違っても同じエンジンっていうのはもうあるあるじゃないですか、はい、ワーゲングループなんかもみんな同じエンジン積んでたりするじゃないですか、まあ、味付けがそれぞれ違ったりしますけど、はい、それをこの今効率悪い車種専用エンジン作ってくるんですよ、はい、そしてこれ馬力の方が585馬力ということで、はい、S 比なんと63馬力もアップしてる、はい、でこれ給排気コンピュータータービン等々いろいろ調整して馬力がググッと上がってるらしいです、はい、トルクは700ニュートンということで、はい、もうほぼチューニングカーです、はい、そしてこれに組み合わせるミッションの方が7速オートマ、はい、AMG スピードシフト DCT、はい、これおなじみのやつですね。そうですね。で、スペック的なものでいくと0-100 3.6秒、はい、マックス317キロということで、はい、まあ、その辺はもうほぼほぼ限界値なんで、そうですね、まあ、はい、特段こうめちゃくちゃ1秒とか速くなってるわけじゃないんですけども、はい、確実に両方ともパワーアップしてると、はい、そしてこれエンジンだけじゃないんですよね、はい、すごいのが AMG GT ってトランクアクセルじゃないですか、はい、そうですね、ミッションが後ろに積んであるじゃないですか、はい、それって、はい、でっかいケースでつながってるの知ってます、はい、え、でっかいケースでつながってる、それ知らなかったですよ。普通にエンジンはエンジン、はい、ミッションはミッション、はい、でこうシャフトでじゃないんですよ、はい、ケースがそのままずっと、そうなんですよ、ケースも本当に土管みたいなケースがドーンってこうつながって、あ、そうなんですね。そうなんですよ。なかなかこう僕らはあのメカなんで、まあ見たりだとか興味あるところだと思うんですけど、なかなか販売の方だと、そうですね、あのたまたまリフトを上がってる時に通りかかったらちょっと覗いたりしますけど、見たことなかったです。 AMG GT が上がっててあんまないですか。ないですね、はい、ということで あんまり知られてない情報なんですけど、その本当に土管みたいなのつながってるんです。その土管みたいなのつながってるのもすごいんですけど、 GTR に関してはこれがカーボン製なんですよ。え、その土管がですか。本当これちょっとね、原理の関係で画像入れられないですけど、はいはいはい、ぜひ興味のある方これ検索していただきたいんですけど、はい、カーボントルクチューブって言って、はい、その土管がカーボンなんですよ。すで、その中にプロペラシャフトが通ってるんですけど、それもカーボンなんですよ。知らなかったです。だからこれ全然興味のない方だと、はい、どこにお金かかってるのっていう話ですけど、ところですけど、これすごくないですか。すごいですね。市販車でこれをやってくるんです。やってくるんですからね。というわけでこんな駆動系までいろいろきっちり手が入ってくるわけです。であとこの辺が余談になりますけど、外装ほぼアルミニウムのところ、そうです、マグネシウムになってるらしいです。ここだけ先端だけですからしいです。ああ、そうなんですね。なのでここまではアルミなんですけど、ここのつないでるところだけはマグネシウム。ただこれいろいろ調べたんですけど、なんでマグネシウムなのか分からなかったです。なんでなんですかね。で、まあ、単純な話でいくと、はい、まあ、アルミより軽量っていうことなんですけど、まあ、純粋なアルミニウムとか純粋なチタンっていうわけじゃなく、はい、どちらも大体合金になるらしいんで、はいはい、そうすると、まあ、重量のなんですかメリットとかっていうのはあんまり変わらないっていうふうに書いてあるものもあったんで、この辺詳しい方ぜひ個人的に教えていただきたいですね。もう素人にはもう全く理解できないぐらいのこんなエンジンルームになっております。続いてトーカレー見てみたいと思います。お願いします。続いてロベルタのリフティングシステム動きを見てみたいと思います。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。
行きましょう。最高です。いいですね。なんかヤシの木が。まず、あ、いい感じですね。青生えますね。生えます。生えます。そしてちょっとドア。やばい、やばいですね。これ開いてる状態でこれなんですよ。こう全くなんかボディが響く感じもないし、ないですよね、ドフってしまって、これオープンカーのドアの仕分け方じゃないですね。そうなんです。これすごい。すごいんですよ。いきますよ。はい。うるさい。うるさい。うるさいです。これまだバルブ開いてないですもんね。あ、そっか。最近のうるさい。うるささです。これ屋根が開いてるからそう聞こえるんじゃなくて、外で聞いてもだいぶうるさいですね。うるさいですね、はい。これチタンマフラーとあの出口が効いてるんですかね。もう多分それはあると思いますね。あと外で思ったんですけど、はい、なんか空気の流れを感じるんですよ、もっと。普通のそのやつとか S ってドドドドドって感じですけど、はいはいはいすね、もっとなんか空気がこうスムーズになんか出てる感じ、後ろで感じますよね、はい、すごい。行きましょう。はい。これだけちょっと この辺が そうなんですよ。この位置がこれだけが結構ここですよね。でパーキングに関してはここっていう。そうなんですよ。これはもうしょうがないです。はい、はい、うわすげえ。なんだろうな、これ屋根が開いてるからですかね、うん、以前乗せていただいたあのクーペと全然違う車が。うわ、なんかもう一回り大きい車に乗ってる感覚がしますよ。あ、確かに。なんでだろう。すげえ。ちょっと言葉が出ないです。あ、アイドリングストップ。アイドリングストップはちょっと精神衛生上良くないで。はい。いいな。でシートはちょっと固めですけど、はい、全体的にスポーツシートなんで。でも全然タイトさはないです。ないですよね。はい、割と横もこのお尻もゆったりだし、ね、ちょっとゆとりありますよね。ちょっとクッション固めですけどね。そうですね、はい、ヘッドレストも割と固めなんで。これあれですもんね、レカロのそうですスポーツスターですもんね。はいはい、でも市販のアフターのスポーツスターよりかも背中の張り出しが少しマイルドになってる気がするっす。はい、ああ、そうかもしれないですね。僕は猫背なんで、はい、アフターの あのスポーツスター座ると結構背中押されてる感じですよね。でメルセデスのこのオプションのこのシートも、はい、なんかモデルによってちょっと形違いますよね。違いますね。座り心地違うんですよね、微妙に。多分車種とかで違うんだと思うんですよね、若干。わ、すごい。ですね、どっから説明すればいいんだろう、これ。あのですね、位置が困ってる。すごい不思議な感じ。車の大きさもそうだし、はい、屋根が開いてるのに、はい、屋根が開いてる感じがしないんですよ。わかる気がする。これめっちゃ車しっかりしてますね。もうめちゃめちゃしっかりしてると思いますよ。本当に箱なんだよな、上がないのに。あんなに効いてるんですかね。効いてるんですかね。でちょっとさっきカメラ回ってないところで話しましたけど、そのカーボントルクチューブっていうのも、はい、なんとカーボンになることによって、はい、他のモデルのアルミのトルクチューブと違って、はい、なんと 40% ぐらい軽量になってるらしいです。はい、40% ほぼ半分じゃないですか。半分ですもんね。で当然剛性なんか落ちてない、多分むしろ上がってるぐらい、はい、上がってんじゃないですかね。うわ、これですね。もうコンフォートでも特別感が半端ない。半端ないですね。今コンフォートですか、これ。コンフォートっす。この排気音コンフォートですか。コンフォートっす。バルブ開いてないもん。で乗り味は割と固めですけど、全然まあ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 、っていうか硬いって言っても不快な硬さじゃなくて、ないですね、はい、めちゃくちゃ芯がある硬さっすね。はい、本当多分300キロ出しても大丈夫なんだろうなっていう足ですね。はい、そしてステアリングは、あ、これはすごい。これすごい。これはすごいぞ。なんか助手席乗っててわかる。長さはやっぱり感じますね。感じますよね。そうですね。本当に運転席から結構遠いところでハンドルがこう、そうですね、巻いてる気がしますよね。タイヤがステアリング切ってるなっていう、ステアリングがこうタイヤを曲げてんだなっていうのは感じます。けどですね、遊びがあんまないんですよ。そうですね。はい、あ。うん、
すごいリニアに車が動いてる感じ。そしてブレーキ、ブレーキめっちゃ効く、めっちゃ効くめっちゃ効く。いや、ブレーキって結構最近あの知ったんですけど、はい、パッドとか、はい、まあ、キャリパーとか、はい、そのブレーキ自体のこう掴む、はい、止める能力もそうなんですけど、はい、それを車を止めるわけなんで、はい、その車の剛性とか足の硬さってめっちゃ重要なんですよね。まあ、そうですよね、はい、だ剛性ないとそこで結局その車が止まろうとする力が逃げちゃうし、ね、はい、こうノーズダイブしちゃうしっていう、はい、だ同じブレーキでも足とかボディがしっかりしてると、ね、ね、しっかり止まるんですよね、はい、すげえこれで音が終始すごい、すごいちょっとそろそろじゃあスポーツプラスにレースもありますからね。そうですね、レースもありますからね。これやばいな。これほんとマッスルカーっすね。マッスルカーですで乗りづらさは全然ないっす。ないですか。ちょっとその不思議な感覚と、はい、その車幅感覚とかその長さがちょっと、はい、長さですね、はい、フロントノーズが極端に長いんで、はい、その感覚さえつかめれば全然乗りづらさはないですね。むしろその遊びがなくこう自分が思ったように車が動くんで乗りやすいと思います。これちょっとだいぶ良くないですか。だいぶいいです。これ発表の時にもう売り切れって納得っすね。納得ですね。これツッチ、これフロントスポイラー上がるってことですかね。下がるんじゃないですか。下がるのか。なんせこの辺の資料もないんですよ。ないですよね何もマークつかないんだよな。可変のフロントスポイラーですか。可変ですかね。すげえなこれ。いきますよ板尾さん、お願いいたします。いいですか。いい感じでクリアですね。これはすごい速さで言ったら多分全然そうですね、もっと速い車今まで乗らせてもらいましたね、はい、そこじゃないっすね。 それじゃないっすね。もう爆発っすね力でねじ伏せる感じですね。本当にこうアメ車の本当にマッスルカー的な感じですね。だから本当にヨーロピアンマッスルとはよく言ったもんですよね、はい、これすげえ。だこれちょっと音聞いたり乗ったりすると、うん、63エンジンって本当に同じシリーズって思いますよね。全然ちょっと違いますよね。型式がその1個違うだけで数字がわずか1つ違うだけじゃないですか、はい、でこんな違うの。違いますね。これはですね、言っちゃいますか欲しいけど若干プレネなんですよね。いや、そう、若干プレネですね。ただ新車価格が分からないんで。そうですね、まあおおよそこのくらいじゃないかっていう想像はついてるんですけど、そこからすると結構プレネになってる。ちょっとそうですね。ただこれは価値あるっすよ。そう、ね、ただ台数もやっぱりないので、まあ本当にだってこれからの AMG ってもれなくハイブリッドになるわけじゃないですか。はい、もう最後の最後の究極系ですよこれ。そうですね。でエンジンだけじゃなくてその、まあ、ボディだったりフレームだったり、はいはい、まあ、そのスタイリングとかっていうのももう究極系じゃないですか、はい、これって。だまあ欲しい車にもよると思うんですけど、もしかしたら何より価値のある価格帯のこの車なのかもしれないです。そうですね、はい、そしてもちろんこの GT シリーズいろいろあってもっとレアなのありますけど、特にブラックシリーズなんて同じ750台で、はい、まあ、価格ももう少し高いわけじゃないですか、はい、でなんかあれって250台ぐらいが、はい、あの AMG1、はい、あれを注文した人用の仕様らしいですよ。3分の1ぐらい、はい、だらそれを考えると、まあ、もちろんブラックシリーズの方がちょっと台数、日本に入ってきてる台数多いですし、多いですね、はい、だ多分見かける台数で言ったら圧倒的にこっちの方が少ないと思うんですよ。初めて見ましたよ、青いこんな GT、ね、GTR ロードスターの時点で初めて見ましたけど。そうですね、ロードスター、はい、見ないですよ、本当に。
もうトルクが太すぎてどこからでも加速してきます。加速しますね。やっぱりスポーツプラスにすると少しギクシャク感が。ギクシャク感出ますよね。そして大体みんなあの AMG とはいえコンフォートにするとあの AMG 感をこう隠して走れるじゃないですか、はいはい、隠せないですね。隠せないですもうこれはもう AMG 感満載ですね。終始はみ出てます。はみ出てます。はい、なんかもう言ったらもう大盛りからスタートで大盛り、特盛り、メガ盛りみたいな。そうメガ盛りまでありますよね。もう普通盛りなかったです。いやこれはいいっすよ。これいいっすね。で何よりかっこいい。かっこいい。これはちょっとしびれだっすね。もうさっきも言ったっすけど、あの後ろからのスタイリング、はい、めちゃめちゃいいっすよ、ね、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。もう掲載写真だって後ろからの写真にしてほしいですもん本当に、まあ、確かにありですよね。あれっていう。始めましょう。はい。早い。これ早いですよ。なんかね、なんかすごい早い気がするこれ。まあ、大きさ的にもこう割と、はい、そうですね、はい、小さめなんで、その辺もあるかもしれないです、あ、結構しっかりしてるですね。結構あのガツッとしてるんですよこれ。うわ、遮音性も結構高い。結構そう、あ、全然上がるんですよね。すげえなこれ。相変わらず排気音は聞こえますけど。そうっすね。じゃあもう一回スポーツプラスにして。これはやばい。トルクがすごい。トルクの鬼っすね。トルクがすごいっす。あと V8 と思えないレスポンスの良さ。レスポンスがそう、レスポンスいいっすよね。あっという間に吹き上がりますねこれ。いやでもこれだけブレーキいてレスポンス良くて、はいはい、ステアリングもこれだけこうダイレクト、はい、ただそのなんていうんですか、マクラーレンみたいなそのカミソリみたいなステアリングフィールじゃなくて、ね、はい、ちゃんとこうなんていうのかな、ある程度のこう手応えと、はい、なんですか、まあ、わずかな遊びあるんで、はい、すごい神経使う感じじゃないんですけど、本当に自分の思ったように車が動く。そしてこのでかい車が思ったように動かせるんで、はい、そうですね、今までにない感覚なんですよね、はい、ちっちゃい車とかだとあるじゃないですか、はいはい、それがこのノーズがこんな長いこのでかい車が自分の思った通りに動くんですよ。これすごいな。ちょっと本当にいろいろ試してみたい。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとこれもう本当に過去一って言っても過言でないぐらいワクワクしました。じゃあ最後になりますけど、はい、すごい車でしたね。すごかったですね、はい、他にだからちょっと競合がいない。いないですね。あの撮る前はなんとなくのイメージとしては、はい、ポルシェの GT3 が屋根開いてるみたいなイメージかなと思ったんですよ、はい、だからスピードスター的な、はい、そしたら全然違いますね。違います。やっぱり、はい、アプローチの仕方も違うし、はい、なんかそのメーカーとしての考え方も違うし、そうですね、はい、何よりポジションが全然違う、違います、ね、ということで、はい、で特にもう限定で台数も少ないですから、はい、まあ、今後出てくるとも限らないですし、限らないですね、そうですね、はい、欲しい方は、はい、まあ、割高に今なってますけれども、そうですね、はい、ぜひあの興味のある方お問い合わせいただけるといいんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回はメルセデス AMG GTR ロードスターをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。